さて、高坂男女は悩んだ。そら、そばやから、先住民やから。武田信玄は敵、大和の侵略者やから。なんで、大和のためにこんな尽くさなかん。実は高坂正成は、アイデンティティは、苦しみ？アイデンティティ形成できないよね。どうしよう。どっかでとんずらそうかなとか思ったりなんかして、まずいよな。そんなことしたら村焼かれるわ、死んでる。まずい。どうしよう。困ったの。ちょっか。親方様、信玄のことね。親方様の話聞いたら、なんか気の毒にしたよな、あんま。まあ、俺か、はじかのりだけ、まあ、いろいろ言うから、心許せるんやろな。先住民の中、あの、絵にしたね、その、絵たん中で、心許せる相手って、俺とはじかのだけか。気の毒な丸のさ、まあ、ちょっくな、ほんと、なんとかしてみたいな、まあ、どうしたらいいねん、まあ、はじかの。ねえ。お前がええねん。俺なんかあのおっさんに、なんか感じるねん。記者。お前だけ来たことしてるやろ。親方さんとお前こそ、なんか記者だろ。なんかもう、なんかな。せやきやな、やっぱりやってると。一人で考えた。そうですよ。おっさんはただおっさん、実は。なんかそのことだよ。じゃあ、分かってる。心救うたらいいだけや。なるほどね。心救うたらいいだけか。せやな。どっちみち。ヤマトの大名は消えてもらわなあかんの知ってる。心救うたらいい。だから信玄春の向こうの心すくうたらええだけ。